みんなの前、みんなのために頑張ろうって思える人だと思います。辛いとか多分ないと、できないとかっていうこともないし、維新の方とも、立憲の方とも何度かお話しする機会はありましたし、まあ、私の思いももちろん話す機会はありましたけど、まあ、できない理由を言われることは多かったんですけども、この福井の未来を作っていくのは我々福井県民でございます。私たち一人一人の県民がこの福井の未来に対する主権者でございます。私、祖父母にずっと育てられまして、まあ、自分が将来何をしていくかと考えたときに、やはりその育ててもらった祖父母に恩返しがしたいと思ったので、祖父母の健康っていうのをずっとまあ孫ながら考えていたというか、なので祖父母の健康に貢献したいっていう思いが小さい頃からずっとありました。まずはやはりその今の日本の医療制度と、医師という資格だけでは、祖父母の健康は守れないっていうのがまず私の最初の判断ですね。祖父母の健康を本当に守るっていうふうになった時に、今の制度に乗っかって医師の資格を取るっていうことだけでは、守りきれないなということを思ったので、まず思い切って、そうではない道を模索しようと思い始めたっていうのが一つですね。当時その私、遠隔診療と呼ばれる、その要は今だと日本だと病院に行かないと診察は受けられない、まあ、つまり診療所に行かないと診察が受けられないんですけど、本来なんていうスマホで例えば医師と面談ができればそれを診察としていいと素直に思ったんですよね。でただスマホで診察が受けられる、受診ができるっていうような遠隔診療を進めようと思ってた時期がありまして、でそれでベンチャー企業に入って遠隔診療普及に努めてたんですけど、その時にやはり規制ですね、その古い法律がずっと邪魔をしていて、それは診察とは認めないと。なので、なんていう、技術的には、遠隔でも診療はできるのに、でそして、患者さんにとっては遠隔の方がいいという現場の声まであるのに、でそして医者側も別に遠隔で見れるものもあると、なので遠隔診療を広がってほしいと、まあ、つまり現場は双方にニーズがあって、で技術的にもハードルはなくて、ただし最後法的な問題で、それは診察と認められないという、つまり法律がネックになって、進まないっていう状態を長らくちょっと経験していて、でその時はまず厚労省に掛け合って質問というか確認をしていくんですけど、まあ、やはりその法律が邪魔をしているということになって、ここは本当既得権益との戦いになるというのも一方で分かっておりました。そのやはりまあ医療利権というのは確実にありますし、その当時法律が古いというのももちろんありますけど、反対する団体というのも当然あって、まあ、それは主に医療者の同業者の団体なんですが、まあ、やはりそういう利権構造だとか、その既得の権益だとか、まあ、そういったことが働く、まあ、そしてそこは自民党と仲良くされている方々も多いっていうのは私の距離からでも分かったので、そういった意味で言うと、その自民党では難しいかもしれないというのは感じておりました。でもう医療とか本当一人一人の健康を守るっていうお仕事を本気でやろうと思ったら、政治はもう避けて通れないっていうのは当初からずっと感じてまして、なので機会はずっと狙ってたというか、もう自分の人生の中で、まあ、行けるタイミングで早くチャレンジをしてみたいっていうのを22の時からずっと思っていて、今回26で地方統一選と、私が、まあ、いわゆる被選挙権を持って最初の選挙だったので、もうこのタイミングで行きたいと思ったので、まあ、迷わず、やはり、まあ、最後は立法したいと。ただそれも自らが立法できるかどうかというのはもちろん進んでみないとわからないですが、その立法する立場の人にしっかりと影響を与えていく必要はあると思ったんですよね、まあ、あるいは同じ共通言語を持って話したりとか、まあ、なのでいずれにしても、まあ、それこそ国会に行ったとて立法できるかわからないというか、むしろ与党の力の方が強いとは思うんですけど、直感的にやはり参政党こそがやっぱり一番忌憚なく真実を述べてたような気がしたんですよね。もちろん、現職、私は国会議員も含めですけど、維新の方とも、立憲の方とも、何度かお話しする機会はありましたし、
私の思いももちろん話す機会はありましたけど、あまり響く感じはしなかったんですよね。その、まあ、できない理由を言われることは多かったですけども、なんか、で、ただやっぱ参政党は、その、いつも私は神谷さんに、最初からその熱意を別に伝えていたわけではなく、それより以前から神谷さんは有利権に関しては明確に述べてましたし、演説の中でもその信念を、私と会う前から、伝えてらしたので、あ、きっとこの方は、話さずとも分かっていると。で、私の講座をもし話せば、賛同してくれるだろうっていうのは、YouTube 越しでも感じましたね。まあ、組織政党ですし、DIY の仕組みがある、まあ、ボトムアップの仕組みがあるっていうところで、すごく希望を感じたんですよね。私が直接国会で議席を取るとか、いきなり、与党に出ないといけないとか、そういうことではなく、しっかりボトムアップの仕組みと政治参加を促す仕組みがあれば、参政党の、まあ、政治活動を通じてでも、目的としている立法に近づけるかなというのを感じましたね。福井市の議員だったら、福井市のことしかできないんですけど、県議会議員ですから、福井選出であったとしても、福井全体の課題について提案できるんです。福井県も結構細長い県なので、福井市ってもう一番北の端なんですよね。だから、私の生まれた福井県の地域は一番南端なんで、どっちかって忘れ去られてるような。そういう地域なんですけど、ぜひそういった南部の人たちの声も拾い上げて政策を言ってもらいたいので、そういったことを言ってもですね、県議会ですから別に問題がないと。ましてや一人の議員なんで、参政党でだからもう全県をカバーしたりできませんから、そういう点でより広く、はい、政策を提案できるというところはいいんじゃないかなと思います。使命感が彼はきっと大きくあると思ってます。なので、自分が国会にて世界を変えるんだとかじゃなくて、やっぱりまだ出馬することすらためられてる世の中じゃないですか。で、26歳っていう若さで県議になったんですよ。ってことはやっぱり期待がされるんですよね。で、彼はその期待をやっぱり受け止めて、みんなのために頑張ろうって思える人だと思います。なので、その国会にはやっぱり求められたら行きますって言って、一緒に神谷さんと一緒に国会に行って、一生懸命自分の課された責務というかもの、責任というか、そういったものを一生懸命答えていこうかなと思ってるんじゃないかと僕は思いますね。ストイックさがすごい彼の強みでもあって、すごく優しい、けなげな誠実そうな感じなんですけど、めちゃくちゃストイックで厳しいこともさらっとなんかこなすっていうか、辛いとか多分ないとか、できないとかっていうこともないし、一個もマイナスなことはない。私が国会議員になるってなると、本当に15年とか、10年15年スパンでの計画になってしまいますけど、参政党のその勢いとその仕組みがあれば、そして民意に火をつけることができれば、その私の純粋なその議員としてのキャリアよりも早くその正しい法律を作っていくことに貢献していくっていうことが参政党ならできるかもしれないと。国民がちゃんと利益を享受できるようになれば、それだけでいいので、その自分が直接立法するっていうことにこだわってはいないですね。